挨拶お茶さんお願いします。はい、こんばんは、さよドラのお茶でーすらしくないじゃんいやいや、らしくねえかな、明るく生きてんだけどな俺。いや、そういう売り方していきましょう今年ははい、そんな感じで今回さよドラお茶オパシザンゲちゃんという変なメンバーでございます。お願いします俺結構長くやってるけど、ザンゲちゃんマジで5年分とかだよ喋ったの。この間お茶さんとコラボした時に、おもれえ女だったらコラボしてって言われたんですよ。なんだそれ、言ってた。そう、おもれえ女パッサンなんかいないのって言われて、やっぱ胸張って絶対に、はい、絶対に脚色入ってる。俺から言ったことはない、一度だって。おもれえ顔面の強い女いねえかって言われて、言ってない、ね、100% 言ってないです。ワンチャンやれる子って言われたから、ああもうじゃあもう全部の条件合ってんのはザンゲです。あのなるほどね、来ました、ビンゴの女が来ました。で、逆にザンゲが求めてるものは、うん、金持ってて働いてる男なんですよ。あー、求めてます。あ、もうこれは奇跡的なマッチングだと。金持ってないし働いてないしね、そもそもいやでも俺としては割と真面目にザンゲにはあのこういう人の方が合ってるんじゃねえかって内心思ってる。あ、そうです。今紹介されてんの俺、ザンゲちゃんを。あ、そうです、斡旋してます、斡旋してます。ガーシーってことね。そう、アテンドしてます今。枯れた女が好きなお茶と金持ちが好きなザンゲっていうのは成立するんじゃねえかっていう。イカれた女が好きなの？そう、イカれてる方がやりやすいね。やりやすいな、女の子得意じゃないからさ、もともと。そうなんだ。行かれてる方がなんか安心するじゃん。よかった、こいつは何言ってもいいのかなみたいな俺ダサツだからなみたいなさ、全然何言ってもいいですよ。まあ、変にね、女が真人間だとこっちもまともじゃなきゃいけないのかなって不安になりますよね。そう、キャピキャピしてるとなんかきついんだよな。ああ、それ言ったらね、全然私キャピキャピしてないし一番いいかも。懺悔ぐらいイカれてたらもう、また風俗で病気移されちゃった、へっへーって言っても多分許してくれる気がする、うん、あ、そうなんだ。ちゃんと泌尿器科行きなよって言うだけ理解のあるよ。俺はいい女だねでしょ、うん、すげえや。でしょ、病名聞いただけで、じゃあ2週間はできないねみたいな、どれぐらいで治るかまで全部把握してるんでこいつは。そんなキャラだったっけ私いや俺もなのよ。だってお茶さんし分かんないもん。だって最後に会ったのってか最初で最後だったのが某ゲームの案件やった時ですよね。そうですね、その時に、あ、こんにちはザンゲちゃんです、あ、この人がお茶さんかっていう、それですよね。あ、多分10秒だから急にだから突然ライン来て、ザンゲちゃんと一緒に行ってコラボするんですけどお願いします。おお、ウイスみたいな。俺5年越しにこんなフラットに会うんだみたいな、ね、でもずっと同じ界隈にいてやっとの初対面ってクソ面白くないですか。なんかコラボしないからお茶さんは。そっか、あんまりコラボしないのか。さよドラでコンテンツが完結してるから、俺たちの登録者数を他の人に分けたくないって言って裏でコラボしてくんなくて、連絡するとマネージャー通してくださいって言われるから。あ、そうそう、全部そう。最低、否定した方がいいですよ。それ夫婦じゃなくて。もうめんどくせえやと思って。さっき撮影前にちょろっと話しただけでも、あ、お茶さんってクソ適当な人間なんだなって思いましたもん。気づいた？なんか無気力。そうだね。何思われてもいいからな。でもその点だから、うん、君ら自己ブランディング徹底してるよね。まあ、え、ザンゲってあれブランディングで OD してたの？そんなわけないでしょ。本気の OD だよ、本気の OD あれは。本気の OD してんの？本気の、あ、もう卒業しましたよ、さすがに。卒業したけど、まあ。川瀬ゆりかみたいなもんだな。それは違法か合法かの違いですね。そうそうそう。ちょっと待って、おパシさん、はい、この人適当すぎるって。いや、だからそれぐらいの方がちょうどいいじゃん。だってザンゲも今更さ、ザンゲが体調崩したとか言われてさ、うん、え、大丈夫とか言ってさ、心配で LINE してくるの疲れるでしょ。まあごめんなさいってなるね。心配待ちってこと？違う。そんな、あ、余ったらてんのか、ザンゲ。違うって。もう初対面だけど、別にOD したぐらいで心配しねえぞ別に。私お茶さんってすごい堅実な人だと思ってた。いや、ただ堅実、目の前でリスカしてもね、声すらかけてくんねえぞ。まあでもそれはもう自由やからな。怖いよ。すいません本当に。
いやでもなんで今日一緒にした金は持ってる。あーそこよな、金は持ってる。実家も太い。実家が太い、実家太い。だって学生の時だってあれなんかタクシーで中学校行ったりしてないでしょ確か。えそうだよ、小学校ね、小学校。ええもうなんか俺が知ってる CA の中で一番ボンボンよ。そうそうそう小学校タクシーで行くようなご家庭で育ってるからスーパーボンボンよ。家に白星とかあったタイプ。私立。ほらほら懺悔決まったなお前の就職先。あでもその後に金持ちだったんだけどバブルが弾けて全部借金になったから今借金数億ぐらいあるよ。ガチガチか。うん懺悔増えてんの分かるだろ。お前自分が借金してるから分かるだろ。数億の借金ができるんだぞ。あそっか、まあ、そうだね、絶対に金持ちだったと思う。そういう意味では。なるほどな。数百万でヒーヒー言ってる私はまだ甘いってことですか。数百万もあんの借金。甘くねえよ。甘くねえんだ。普通に断然した方がいいよそれは。養ってあげてお茶さん。うん、オッケーオッケーいいの。うんいいよ。ガチ。あごめんごめんごめん。お茶さん本当に本当に困ってる人には嘘ついちゃダメっす。今本当に来そうになったからおおみたいな。やだやだ全然やだ普通にやだ、ね、全然普通にやだ。俺メンタル強いからなんか死にたいとかマジで思わないけど、うん、唯一本当になんか電車に飛び込みたいなっていう気持ちがほんのちょっと湧いたのがあの、うん、大塚で一番安いピンサロに行ったら本当にもう見たことないぐらい あのおばあちゃん出てきて。おばあちゃん、そうでそのおばあちゃんかと思いきやそのおばあちゃんはなんか席を間違って俺のテーブルに本来来ないはずのキャストの、はい、女の子かっこおばあちゃんだった。おばあちゃん、で「あすいません席間違えました」ってなって別の女来て、うん、よかった救われたと思ったらなんか、うん、エイリアン VS プレデターに出てきそうな、いやエイリアン側ね何が起きたらそうなるんですかみたいな人が来て何もんだよそのピンサロ。いやそれがきついだよ。これ一回帰ったことあるもんお腹痛いっつって。いやもうどっち、わかる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 。髪汚ね歯汚ね女の子が出てきてうわうわやだって思って。でもだって別になんてもともと汚いから舐められたら一緒一緒。いや俺の XX は綺麗です。キモ一緒にしないでください。俺も綺麗です、うん、あ男の人ってなんかその幻想ありますよね。なんか黒いけど綺麗みたいな。綺麗だろ。本当だよ。綺麗じゃないだろ普通に。何じゃねえよ。一番綺麗だよ世界で。本当だよ。ああなんでなんか自分のは許すくせにの黒さは許されないの。許せねえよマジであれ。ピーもめんどくせえから連呼すんな。懺悔久しぶりになんかゴストレートな下ネタ言ってて楽しそうだね。あんま言わない人なんですか。 あんまこういう会話はそこまでしないです。ああそうかも。ちなみに俺もマジで下ネタ喋らんよ普段。お茶さんだってもともと5年前あれ荒野行動会の NHK って言われてた人だよ。いやそうですよね。私もそのイメージしかないですもん。みんな大好きゲームウィズっていう事務所のしがらみがあったがゆえにこの人はコンプラに守られてお茶を偽装してた。魔人間お茶を演じてた事務所所属だった頃はちゃんと当時社員系 YouTuber でしょだって当時。だから社員っていう身がそうさせたんかもね。ああなるほどね。全然綺麗をなんかしたこともないんだけどな俺自身。全然バリバリお茶さんに殺されましたけどね。嘘お前ザンちゃんなの今の。ボットだと思いました。うん最低。ごめん。ザンゲが知ってる頃のお茶さんの肩書きはすげえクリーンだよ。横浜国立大学を卒業して上場企業の社員さんだから。そっか。 そこだけ言うとちゃんとエリートだよ。いや俺普通にエリートなんだけどな。別にそもそも。そうそもそもね。頑張れ横国 VS。 俺大学公表してない。そうだよね。いや大学で負ける。やばい怖い。大学で負けたくない怖い。偏差値で偏差値で戦おう。偏差値で戦だけで偏差値失った俺には何も残ってない。みっともない30代だな。やだ俺とお茶さん2人で話すときセンター試験の話しかしないから。いやだわ、ね、ちなみにお茶さんセンター何割だったんですか。いや8割くらいだよ。数学とか受けたんですよね。うん受けた。で8割怖いんだけど、ね、あ8割高い。あまあそうなんだよね。まあ私文系しか受けてなくて数学100点。あそう数学100点本当に。おいおいこれガチガチ。あいた。怖っ。おい顔出せよ100点。どうしたどうした。おいどうしたどうした。
どれだ？横国だろ？逃げんなよ。いいよ。真正面から勝負するよ。あ、東大行けなかったんだろ、つまり。あっちーん。東大行けなかったから横国行ったんでしょ？厳密に言うと俺あのセンター試験のさ世界史受け間違えて横国しか選択肢なくなった。あーなるほどね。マジか。うわっし、やばい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 、横国に負けるとこだった。あ、横国ゲームうまいから安心して。久々にやったグルネードもこれくらいの精度でやってくるわけ。やばいやばい、やだね。やばい、横国グレうま。え、まずい、それまずい。やばい、危ない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 。横国詰め方がいやらしいな、やっぱ。じゃあな。うま。うわー、あー弱っ。弱え。雑に取った偏差値で負けた。そんな感じで、強えな、やっぱり。ぜひ、はい、ザンゲちゃんとお茶さん、とりあえず一回会ってみてください。判断してください。仲良くしましょう。よろしくお願いします。最後だけ真面目だった。不要チャンス、不要チャンス来た。不要チャンス来た。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。ヘッショ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。